皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。ベビー来たら積みます。はい。ベビー来たら積みます。でも、ホワイトの1回戦目の相手も多分、こっち結構きついです。フクロウ相手。キラービーチビグリでいきます。ベビーが全然対面から出てこないんですよ。で、この子でね、おそらくめちゃくちゃ強いんですよ。なので、今回キラービーチビグリでいくんですけど、まさかのお相手からフクロウっていうね、めちゃめちゃ嫌い。本当に。キラービーもチビグリも多分ね、フクロウって簡単にやられちゃうと思うんだよね。おそらくだけどね、チビグリフクロウに狩られるんじゃないかなって予想してる。ソラキャラに与えるダメージがね、まあ軽減というか、まあ減少が入ってるんですけど、はい。多分倒しきる前に寝かされる。スキル打ってサボテン生やす前に寝かされる。そんな印象がありますね。めっちゃ打ってくるじゃん。2発も打ってくるならとりあえずいいわ。なんでも。そう、そしてフクロウ来るでしょ、おそらく。さあ、マックしていきましょう。トトトトン、オッケー、ヒュー、そっちがあれか。じゃあこっちは行こう。マクロス流れちゃったね。まあいいか、とりあえず。あ、帰ってきたぞ、こいつ。なんだ、何事。さあ、マクロスというか、なんというか、お前ふざけんな、マジで。本当に寝づらいとは一体何でしょうか。いっぱいいるから出しましょう。なんかバイクがいる気がする。寝づらいとは何ですか、マジで。ひどくないか。まだちょっとあの多分ダメージ値大丈夫なんで、ギリギリまで受けます。はい、ギリギリまで受けます。あ、でもサボテンやれたね。一応ギリギリまで受けましょう。受けないと多分この後きつい。で、この後だね、問題は。前詰めてんだよな。ローブは出すけど、チビグリがスキル打ってくれるのも偉いんだけど、そうだね、バイクだよね。で、バイクも知ってる、出てくるのは、本体を削ってもらって、なるべくボブに生かしてあげたい。OK。いいよ。変えてるだけ、変えてる。このキラー B がどこまで頑張れるか次第。取れなきゃダメ。取った。OK。まあダメージ勝ってるんで。天狗マジでひどいな。スキルは打ったんだけどね。マジでひどい。ボブも狩られて。ただまあ勝ったでしょうと。危ないマジで。寝るなよ天狗それ。もう完全に勝ちなのにね。ソラキャラに強しとか言いながら。もう睡眠バカバカ入るからね、天狗。初手入りは本当に許せない。なんとか点差勝利です。怖え。いやー、天狗はね、めっちゃスキル打ってくれたからさ、今、よっしゃ、天狗来たぞ、これ、みたいな。頑張れるぞ、お前、とか、ちょっと期待したんですよね。期待して矢先あれだよ。もう、しっかりしてくれよ。いや、これちょっと気になるな、行こうかな。フランケン重いんだけど、キラー B では得意なんですけど、フランケンは。ただね、やっぱね、タゲ取られたらもう何もできないんで当たり前ですけど。で、その中でサキバスがフランケンの飛来心吸いながら、フランケンに対してもね、悪くない相性。アンチ関係はないものの、悪くないので、サキバスピック。さあ、キラー B 前線。出しして、邪魔しに行って、まあ、キラー B で邪魔してればおそらく取れるでしょうというね、目論み。キラー B がめちゃめちゃ頑張ってますね、これ。やばい活躍してる。さあ、この段もおそらく相手からまずフランケンで取ると思います。やっぱこのゲームね、先にフランケンとりあえずきっとけ感ある。聞いてるとき。で、サボテン切って、それで守りながら、どう動こうかっていうのを模索していきたい。はい。あ、これちょっと食らっちゃうけどね。キラー心。しょうがない。まあいいでしょう。キラー B でどこまでやれるかと、上はサキバスで行こうか。はいはいはい。まあそれも大丈夫。で、このサボテンがなかなか鬱陶しいんじゃないかなと思います。で、麻痺も入れてくれれば、カネク君もボコボコですね。はい。で、チビグルに行きましょう。さあ、大型来た。悪縁か。悪縁ちょっとめんどくさいな。へそくりさんでしょ。どう行こうかな。それではワンパン。ではありますが、さあ後ろに出してほしい。ナイス。それ食らわないよね、その位置ね、多分ね。さあ見逃いこうか。
さあ、ルメル多分下やれるはず。オッケー。で、上の戻り目でやれるはず。とりあえず流れは悪くない。決してね。で、流せるからボンバン流しましょう。流せればね、無駄なコストつかなくて済むんで。倒してもらって、ただこう時間結構かかってるんで、ちょっともったいないんで。さあ、まさかのこう出てきたのが、ミノガールというわけなんで。まあ、前線行くか。もうめんどくさいな、時間。うん、倒してくれた。さあ、もう流そう。流せるキャラ。オーケーオーケー、バンバン流そう。流そう、流そう。流していこう。負けはないから、ガンガン流して、どんどん前に行こう。あとは、ダメージが入るかどうかっていったとこ。ちょっと無理かな、これは。もう、打たなくていいのに、今は。いつも打ってほしいけど、今打たなくていいのに、ミノタルさん。というわけで、判定ですね。まあ、足になかった分、ちょっと取れなかったですね。しゃなし。さあ、やっていきましょうか。ゴレーって言ったら、多分ゴレガですね。ゴレガか。まあ、ゴレガ一応ね、合間、隙間を見て、蜂の麻痺を入れ込めれば、大型戦負けることはない。ですけど、まあ、回復引かれてれば話変わるし、結局ね、ゴレガを倒せる大技ってのを考えておかなきゃならない。ミノはいいんだけど、打たない可能性もあるし、ちょっと考え物で回します。ああ、惜しいな。バタカから見てどっちかが、大型だったらいったな、今の。いやー、砦で削りづらい。こっからも大型2本だけど。やばい。火力がない。頼む。やばい。これはやばい。ひどい札だ。キラーリーリーダーなのに、メデューサも金バッチ。なかなかにひどい。けど、しかもフェアリー引かれてる。無理だこれは。これはだいぶやばいね。一番いいのは、ゴレガを相手にしないことなんですけど、取れない。取れないし、チームインか、もう。早めにチームインでしょうか。いや、守ったら取れないんだよ。チーム死んじゃう、一本。さて、こっからだね。メデューサは使いたくない、できれば。あそこでそれ来ちゃうんですか。それは無理だって。しかも二次ゾンビまさかのね。はい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 。メデューサ頑張ってくれよ、それ。固めてくれよ。無理だってマジで。そんなんどうしようもないじゃん。大型さ、一本でさ、状態異常連発で引くのはマジ無理だろう。はい、皆さんこれ無理です。どうしようもないです。相性がひどすぎる。あまりにもひどい。これはね、無理。で、50ね。うん、もう知ってるよ。はい、それではちょっとラストやっていきましょう。もうね、今の手札は無理だった。もうどうしようもなかったわ。フェアリー引かれてなければあったんですよ。固めればいいだけだからね。なんなら、フェアリー引かれてなければ、あのゾンビもキラービーの手札で頑張ったことになるけど、もうフェアリー引かれてるからどうしようもないし、あ、もうどうするこれみたいな。もうどうしようもなくねっていう、もう結構やばかった状況が。なので、大型2本来いよ。マジで来ないな。しかもフォアドラ、もう引かなくていい。マジで。いらない。いらない、いらない。グリフォンにフォアドラとかマジでいらない。一応リスがいるんで、流せばやれるんですけど、グリフォンね。ただ削られちゃうのにか、あの、こっちのね、攻め手が少なすぎるんですよ。一番いい方法は、ここ取れてまず取るじゃないですか。あー取れないね。はい、もう終わりです。終わりました。いや、もうデス行くか。デス行きます。あの、どっかでこっちから攻めるよっていう意思を見せて、押さなければ、終わりって感じ。そんな感じがする。だからおそらくゴレガが出てくると思うんで、キム出てきたの？キムだか？まさかの。
かもこれこっからグリフでしょ。グリ来い。オッケー、とりあえずオッケー。守ってくれてる。どれぐらい珍しいのこれ。これじゃダメ。削られるな、ワンパン。出た、ちょっとだけ。一応ダメージじゃ勝ってる。ダメージじゃ勝ってるよ、これ。かなりエグかったけど。フォワードのマジで来たくなかったけど、頑張ってくれたわ。相手がグリフォン重ねてこなかったんで、それがなんとかなりましたね。グリフォン重ねられたら無理だった。はい。強っ。マジ知ってんの、チビグリ。それ倒すの？そんなことある？あっていいの？それ。というわけで逆転できそうですね、思いっきり。はいはい、キラービー全然来てない。まあ切るとこなかったのしゃあないですけど、どれが欲しいぞと。というわけで完全勝利ですね、ありがとうございます。グリフォン怖え、マジでチビグリ固定してるからね、対空かなり削ってるんですよ。なんならポックルも補欠にしてるんで、チビグリ固定してるから。うわ、でももらえた、マジ強一。めっちゃ前だ。再生組んだら受ける。来ないなら帰る。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。また戻ってきました、ポイントが。もうでもね、いや、最後は持ってた相手。美味しかった。ありがたい。でも他だよね、マジで。持ってなかったんだよね、ずっと。もうずっと朝からずっと今それをやってるんだけど、持ってる人がマジでいないんだ。マジできついんだけど、ただね、やっぱいろんな固定して、なんだろう、安定っていうところを踏んでない自分も悪いんだよね。だから、もし本当に強ピオン盛りたいんやったら、こんないろんなね、固定試さないで、試し固定じゃなくて、もうガッチリと決まった固定でやれよって感じではあるんだけど、はい。何が良かったんだろうね、結局。やっぱゴーストチビグリが一番良かったのかな？ちょっとわからない。まあいろいろ試します。はい。というわけで皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さん、チャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。